いで、クイタルームです。あ、行っていきたいと思います。今日はですね、コミュニティクランチという形で、運営からユーザーへ向けての情報提供の場っていうのが更新されましたので、まあ、新聞みたいなもんなんだけど、そこのニュースっていうのをみんなと共有していきたいと思っております。ということで、本日の目次はこちら、1つ目、今週のクランチについて、2つ目、重大なバグ。で、最後におまけにやっていきたいと思います。はい。ということで、まず1つ目にですね、今週のクランチという形なんですが、重大なバグとかね、おまくにというね、ちょっとネガティブなワードが後半続くんですけど、まあとりあえずトピックだけね、先に2つお伝えしますと、まずアーク・ザ・サバイバル・オブ・ザ・フィットストというですね、バトルワゲですね、アークの、これがコンシューマー版が一生延期されてて、無限延期編に入ってたんですけど、はい、なんですが、ようやくリリースがされましたっていう感じです。もうこれはもう普通にみんな遊べる状態ですね。で、クロスプラットフォームなので Xbox も PS も PC もみんなと一緒に遊べるみたいな感じですね。で、一応ね、フィットスト的にはこのバトロワ的にはですね、ゲーム内容はめちゃくちゃ面白いと思います。で、まあなんていうかな、ライトな層もコアな層も PVP の層も PVE の層もお手軽に遊べるような感じなので、結構僕的にはおすすめかなというような、まあゲームかなと思ってます。結構楽しいかなって思ってます。まあ、ただちょっとね、なんだろう、 Apex とか Valorant みたいにランクがあってガチでやるみたいな感じではないので、ライトにね、アークの息抜きというかスピンオフというか、まあ横の企画みたいな感じで遊ぶのがいいんじゃないのかなというふうに思ったりもしますね。まあちょっとフィットストガチでいたらすいませんけど、はい。そんな感じです。まあランクとかも別にないからね、ランク戦とか、まあそういったのもねっていうところではありますが、結構ね、楽しめるゲームとは僕はなってるんじゃないのかなと。 PC 版はね、一応去年の12月のいつだっけ、後半ぐらいからだっけ、遊べる感じになってて、何回か参加で遊んだけど結構楽しかったので、僕的にはね、いいゲームだなと思ってました。まあただその次の項目で重大なバグっていうのがあるんですけど、それは次の項目でお伝えします。はい、とりあえずトピックという形で、はい、それでは次行きましょう。次はですね、スイッチ版アーク解禁 in アジア版みたいな感じになっております。はい、ということで、日本の任天堂ストアでもついにアークが購入できるようになりました。今まで北米版限定 の、 スイッチ版アークだったんですけど、この度ついにアジア版のアークがスイッチでもプレイステーションと同じようにスパイクチューンソフトから出ましたというのが今回の流れになっております。ただね、これ結構やばくて、コミュニティクランチの動画をずらして前日とかもアークのスイッチ版の動画出したぐらい、いろいろごった返してまして、はい、いろいろねありまして、ちょっとそこはですね、また最後の項目おまくにでお伝えできればと思いますので、一旦出ましたというところだけ今回最初の項目ではお伝えしておきたいと思います。スイッチでもできるねみたいな感じです、はい。ということで、それでは、次の項目深掘りになっております、重大なバグという項目に次はね、いきたいと思います。で、重大なバグはね、どっちのトピックかというと、フィッテストです。はい、バトロワの方の項目なんですけど、プレイステーションの方に重大なバグが残されております。はい。なんかなんで出したのか分かんないんだけど、はい、っていう感じです。なので、プレステの人はフィットスト遊ぶときちょっと注意した方がいいかもしれないっていうか、かなり注意した方がいいかもしれない、致命的なバグがあるらしいです。なんでリリースしたか意味わかんないんだけど、そもそもなぜ出したみたいな感じなんだけど、延期すればよかったじゃんって感じなんですけど、多分マイクロソフトの方の Xbox が普通に動くから、プレステだけ後になると文句言われそうだから、とりあえず出しちゃいで出したような気もします、はい。っていう感じで、とりあえずバグの内容がまずね、書かれてないのがやばいっていうのと、バグのまま出してしまったというのがすごくやばいので、どうかしてると思う。マジでどうかしてると思う。結構致命的なバグらしくて、なんかコミュニティクランチの方にも書いてあったんだけど、今運営サイドはこのプレステの致命的なバグを直すことに頑張ってますみたいな感じで書いてあったんだけど、いやいやいや、待って、いや、ちょっと出すな、まずお前それやばいみたいな、そんな感じでちょっとびっくりしました、僕。と思って、欠陥住宅のまま出したのみたいな感じで、ってなってます、はい、僕。なのでね、ちょっとプレステのユーザーの方々はね、気をつけくださいっていうか、気をつけようがないんですけど、なんかやばい致命的なバグがあるっぽいので、はい、僕はよくわからない、なぜ出したんだろう。っていう感じなので、最後なんか急に雑になりました。なんかすごいさ、結構プロモーションチックなこともして、で、なんかちゃんと作りたいから延期しますとか言ったのに、最後の最後に、もう無理、ちょ、バグあるけど出すわ、ごめん、そのうち直すみたいな感じになっちゃいました。って感じになってます、僕。っ
ていうところなんでね、別に Xbox 版だけ先に出しゃよかったやんと思ったんだけど、なんかそんな感じっす。はい、なのでね、あの日本では多分プレステユーザーが一番多いので、あのマジであのよくわかんないけど、あの何が起きるかはね、そもそもバグの詳細とか内容とか書いてないから、あのお気をつけくださいみたいな感じしか僕はマジで言えないっす。はい、よくわかんないんで、正直運営が出してる情報がちょっと少なすぎるんでね、はいっていうところなので、まあ、ワンチャンね、あのグリッチ系かもしれない、あのここまであの情報出さないのは。普通だったらこういう系のバグがありますって言っちゃったりするから、危ないからみたいな言わないってことは、あの悪用されるなんかグリッチかもしれない、プレステに残ってるバグはワンチャンね。はい、わかんないです。でもマジでよくわからない、なぜ出したバグまみれのまま、しかも重大なバグ。なんかさ、多少さ後からアップデートで直せばいいやって細かいバグならあのあれなんですけど、致命的なっていうか、その重大なバグって書いてあるからそう直訳するとね、重大なバグがあることを分かっていた状態でそれがあると理解してリリースしたということが僕はちょっと理解できないですはい、あの日々あの7年8年何年付き合ってるか分かりません、このゲームと。日々驚かされております、この運営には。はい、ありがとうございます、いつも楽しいゲームを。はい、それではあの皆さん何かあのバグ等ございましたら、フィッキストでやばそうなのあったらコメント欄であのご連絡いただけますと幸いです。はい、お気をつけて。はい、それでは次の項目いいですか。はい、いきますね。次は、スイッチ版アークのアジア版って感じですね。まあタイトルはおまけになんですけど、はい、でまあ、ざっくりね、ここまで何が起きてたかっていうところだけね、本当にすごいかいつまんで言うと、リリース初日に非公式サーバーの人が非公式サーバーを借りてるけど遊べないってなって、なんでってなって、で北米版持ってる人からアジア版のサーバー見えないってなって、アジア版ね、日本で買えるやつを買って、公式サーバー入ろうとしたらアジアサーバーしか見れないって感じになって、まあ、アジア側からは北米とかヨーロッパに行けなくて、北米からはアジアに行けないって感じになって、あれこれ鎖国断絶されてないアジア版って感じになって、結果断絶されてました。しかも一番俺がビビったのは、ニトラドだっけ、なんかサーバー設定するときに、このね、アジア版のスイッチ版のアークをサーバー立てようとすると、どういうサーバーを設定しないといけないかというと、なんとジャパンエディションっていう名前のサーバーでやらないといけない。やばくない、ジャパンエディションっていうサーバー。なので、まあ、今はさ、スイッチ版の中でもスコーチドアースしか確かね、アジア版は出てないっぽいらしくて、で、北米版はアベレーションまで出てるんだよね。なのでそこら辺わざとずらしてるっぽいので、おそらくこれ完全に別路線なのかなと思ってます。なんか雰囲気的にね、最初は俺もなんかそのなんていうんですかね、一番最初にいきなりねアジア版リリースしますっていうタイミングで、ラグナロクもアベレーションもスコーチダースも3つもね追加 DLC やると、みんなの分散してしまって、選択肢がねなんかなんちゃらかんちゃらってなるのかなと思って、後から整合性合うのかなと思ったんですが、そもそもジャパンエディションって書いてあるし、バージョンも違うし、サーバーも互いに断絶させられてるらしいんだよね。アイランドとスコーチドアースも互いに断絶させられているらしいので、その DLC 出る出ない関係なく、そもそも本当に区別されてるって感じがしてます。でさっき言ったそのなんだっけ、ニトラドとかでも選ぶときに PC 版 Xbox 版スイッチ版スイッチ版ジャパンエディションみたいな、何そのなんか第4の選択肢みたいなのが出てくるらしいんだよね。なのでそこら辺を看板見ると、あ、これ完全におまけに入ってんなっていうのがありますので、残念ながら急にねスイッチ版だけなんかね、 PC 版とか PS 版は普通にね北米とか行けるんだけど、ヨーロッパとかね隔絶された社会になってしまいました、鎖国です。はいっていう感じで、急になんかアジアおまくに入っちゃってわけわかんない感じになってます。はい、なのでジャパンエディションっていうのを見て僕がびっくりしました。はい、そこで分けちゃうんだみたいな感じでしたね。僕はちょっとそのプレステをほぼやってないので、
1回だけ PC が壊れてる時にラグナルクをチラッと我慢できずにプレス4でやったっていうのが、あの僕の最初で最後のコンシューマー版アークの経験なので、ちょっとよくわかんないんですけど、これプレステアークも最初こんな感じだっけ、ちょっとここら辺覚えてる人いたらコメントいただけると嬉しいですね。もしかしたら何て言うかな、後々本当に統合するかもしれないのかな、わかんないけど、ただ今見る限りめちゃくちゃ断絶させられてるから、この状況でいくと本当に完全に別バージョンでいくのかなと、もしくは古いバージョンでわざといくのかなみたいな気もするんだけど、でも古いバージョンでいってしまうとバグがその時のものが残ってしまうので、まあ、良くないと思うんだけど、基本的には最新バージョンじゃないとアークとかはバグまみれなんでやばいと思うんだけど、どうなるのかはちょっと謎っす。はい、で誠に残念ながら日々すごいね神運営だねって言ってるスイッチ版運営とアジア版の運営はおそらく違うので、プレステも運営が特別というか違うんで、本家アークの運営が関与あんましてないっぽいので、アジア版に関してはね、なのでそこら辺も含めてですね、ちょっとスイッチ版アークは怪しい匂いがしてきたかもしれない、ちょっとね。ただその前の動画とかでも言ったけど、みやぞんさんとか使ってめちゃくちゃ力の入れようはすごいから、多分なんかプレステの時より力の入れようエグくないみたいな思っちゃったりしたので、そこら辺考えるとまあいい感じになる可能性もなきにしもあらずなんだけど、今のところ急に世界からアジアが隔絶されたというか隔離されてるので、ちょっとなんか残念だなっていう感じですね。選択肢が単純に減るっていうのは自由なゲームでなんか微妙かなって思ったりするし、あとはまあアジアサーバーって結構なんていうの、敬遠されがちじゃんなんでそこにみんなで一気に押し込められるっていうなかなかねっていうのもあるかもしれないねっていうね、はいっていうところなので、本日の、2つのトピックやってまいりましたが、皆さんいかがでしょうか。フィッテストはバグがあると分かったまま括弧重大なリリースされました、はい。で、アジア版の、スイッチ版アークはなんかおまくにか知らないけど完全に確立されてエディションが違いました、ニトラドさん曰く、はいっていうところなので、まあぜひ皆さん何かご意見ご感想あればコメントください。僕はやばそうって思って俺ブルってますとりあえずね、これで2月の最後のコミュニティクランチは終わったので、次は3月に入ってからのコミュニティクランチなので、ロードマップを出すとか言ってたので、まあロードマップ何かっていうと計画表ですね、いつアーク2出すとかいつ何を出すとかっていう感じのっていうのが3月にやるらしいので、その計画表の開示をね、なのでそれをねちょっとまた新たに待って、まあ、アーク2ねどうなってんのかとかね見たいなというふうに思っておりますね。ちょっと今週はブルッチマンニュースが多かったですが、はいということで本日はこの辺にしておきたいと思います。でこんな感じでですね、一応ニュース系というか情報系の動画、解説系とかニュース系を結構やってるんですけど、それとは他にですね、一応日本柱でこのゲームチャンネルやってまして、もう一個の柱の方が普通の実況プレイっていう形でやってます。で参加勢と一緒に参加型で自分でサーバーを借りて、ここフィヨルドはね自分でサーバー借りてるあれなんだけど、非公式サーバーなんだけど、こういった場所でみんなと一緒に攻略したり、あとはモッドプレイしたり縛りプレイしたり、いろいろね建築とか遊んでやってますので、ぜひそちらの方もね生放送で公開収録してたりしますので、見に来ていただければ幸いです。で生放送に関しては決まったねタイミングでやってて、火曜木曜土曜日曜の21時夜9時からやってますので、ぜひ見に来ていただければ幸いです。で最近はですね、別ゲームちょっとね参加勢と一緒にやってて、マインクラフトとあとはタルコフっていうのをやってます。でマインクラフトに関してはアークの後に公開収録一緒にやってて、でタルコフに関してはツイッチの方で不定期なんだけど、まあ、できるだけね多くやりたいんだけど、まあ、ツイッチの方で放送してるって感じなので、ツイッチの方もねぜひフォローお願いしますって感じになっております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。